レトルト化学実験において、レトルトとは、物質の蒸留や寒流をする際に用いられる、ガラス製の器具を指す。形状としては、球状の容器の上に長くくびれた管が下に向かって伸びているもの。蒸留させたい液体を入れて、球状の部分を熱すると、蒸気が管の部分に結露し、管を伝って容器に取り出したい物質が集められる。科学産業の分野では、レトルトとは、 物質を熱して化学変化を起こさせ、気体を生成して収集したり、他の用途に用いるための機密性のある容器を指す。また、缶詰や瓶詰などを加熱現金する際に用いる加圧側のこともレトルトと呼ぶ。レトルトは錬金術で広く用いられたため、錬金術師を描いた数多くのデッサンやスケッチにレトルトも描かれている。 近代的な上流装置が開発される以前には、アントワーヌ・ラボアジエやイエンス・ベルセリウスなど、著名科学者たちもレトルトを用いていた。科学実験においては、DB 比例客機の発明をはじめとする技術的進歩に伴い、レトルトの使用頻度は急激に低下した。ただし、単純な上流だけを行えば、よく複雑な実験装置は必要とされないような場合には、依然として、 レトルトが用いられている。近代においては、水銀の上流精錬には、レトルト炉が用いられていた。これは、レトルトの原理を用いた炉の一種で鉄製のものであった。ただし、受け入れ可能な水銀鉱石は高品質なものに、限られ、鉱石の処理量も多くなかったため、低品質の鉱石にも利用でき、処理量も多いロータリーキルン等に切り替えられていった。 三重県の入港山跡には、精錬に用いられたレトルトロが残されている。ありがとうございます。